フォーカス。はい、株式会社阿部商会のスーリープロライド591の紹介です。阿部商会の宮坂さん、ご紹介お願いします。重くないですか？はい、重くないです。私でもこう片手で持ててしまうぐらい軽いです。軽くて美観に優れるアルミ製であるということですね。はい、はい、宮坂さん、これ取り付けなんですが、はいはい、今前後のベースにアジャスターの部分を合わせたんですね、はいはい、スライドさせて入れていくとレールに入りました。この部分このダイヤルをこう回せるようになってるんですね。はい、で回します。ガチッと、ガチッと、はいはい、でこっちもでここもこちらが、はい、ガチャッと入って鍵がかかると、これで外せないですね。はいはい、はい、これガチッと結構固定されますね。はい、はい、動きます。はい、自転車の乗せ方ですね、はい、これをまたご説明いただきます。はい、はい、まず前後のストラップを、ストラップですね、はい、後ろのそれ便利ホールに入れます。引っかかっちゃいますもんね。はい、そして一番中央のフレームホルダーを、このバーですね、ある程度の位置に立てておけばいいと、はい、おー、はい、そこに乗せませた。はい、あ、今の自立式のところに行きました。そして分かりますか、このダイヤルを回してフレームをつかみます。だいたいフレームと90度になる角度で、はい、はい、固定します。もうこれだけである程度は固定されます。解除するときには、はい、ここの下のにあるベルトを、あ、すみません、はい、ボタンを押します、はい、お、解除します、はい、そして回すと閉まっていくんですよね、はい、そして鍵がかかる、はい、これアクセスしやすい位置だけに盗難とか怖いですよね。そしてそしてベルトを出し、キッと固定されます。はい、これで一発で、はい、このような形になっております。株式会社阿部商会スーリープロライド591の紹介を阿部商会の宮坂さんにお願いしました。ありがとうございました。ありがとうございます。